ハロー YouTube、 どうも、ドナイ山本です。昨日ですね、投開票されました衆議院選挙。今日のね、朝ね、起きたら全議席が確定していたんで、ちょっと朝っぱらからなんですけど、ちょっと動画をね、回して、僕個人の意見とか考えをね、交えつつ話していこうかなと思います。これあくまでも結構僕個人の主観的なことがだいぶ入ってくるんで、ちょっとね、全然意見違うよって人もいるかもしれません。ですが、それは全然構いません。意見違うなら違うで、こういう考えの人もいるので、聞いてくれたら幸いです。というわけでね、昨日投開票された衆議院選挙で、自民、公明の与党が、過半数割れをするというね、大事件が起きました。僕、今回の選挙前にね、予想動画を上げていたんですけれども、大外ししてしまってね、大変恥ずかしいです。僕はね、自民、公明はなんだかんだ過半数割れはしないと思っていたし、立憲もここまで躍進するとは思っていませんでした。で、国民民主と令和は躍進するんだろうなと思ってたんですけど、ここまで躍進すると思ってなかったし、全部外れました。当たったのが社民党の1議席ぐらい。でも参政党も議席ゼロだと思ってたんですけど、3出たしね。ちょっと予想は外してしまったんですけど、今回の、衆議院選挙で、自民が191で、公明が24で、合わせて215議席。そうですね。で、選挙前勢力の279から大幅に減らしています。で、野党が、立憲民主がね、もう148度。98議席からだから、50ぐらい、50議席ぐらい上げていると。そうね。で、維新と共産はちょっと微減で、国民民主が7から28、4倍。で、令和が3から9、3倍と。で、参政党が3議席取って、で、日本保守党がね、今回3議席取ったと。あと社民党1議席と。そんな感じなんですけど、僕個人のね、考え、話すんですけど、これ絶望ですね、これ。もうね、ちょっと、本当良くないなというふうに思いました。まず立憲民主党が、なんでこんなに取るのか、理解できないですね、本当に。何がいいんですか、立憲民主党の。今回もさ、ずっとさ、もう裏金、裏金、裏金、裏金ってさ、もうそれしか言ってないじゃないですか。何の政策の話もしないで、ただ自民党の批判ばっかして、ね？で、批判ばっかしてさ、もう1.5倍ぐらい議席増えるんだからさ、もういい仕事っすよね。もうこんなにいい仕事ないっすよね。楽な仕事っすよね、これ。何がいいんですか、立憲民主党のっていう感じでね。で、そうね、自民、公明は議席を減らしたけど、こんだけ逆風ならね、ちょっとしょうがないかなっていうのもありますよね。ただね、裏金、裏金、言い過ぎじゃないですか。いや、もちろん裏金は悪いっすよ。別に俺、裏金のこと全く擁護しようと思ってないし、裏金は悪いと思うんだけど、そういう不記載していたとかね。よくないと思うんだけどさ、メディア、もうテレビ、バカ、もうなんか、もうクソバカメディアがさ、今回の選挙特番見ました？裏金の議員には名前の横にさ、裏みたいなハンコをやったり、もう日テレ、TBS、フジテレビとか、もうテレ朝もそうだけどさ、裏金のところは裏ってレッテル貼って、さ、何なの？もうさ、本当やっぱ日本のテレビってクソだなって思いましたね。本当にもうこのクソバカメディアのせいでさ、今回もうメディアの勝利ですよ、今回。ね。だから結局さ、もう今の時代になってさ、もうテレビとか誰も見ないし、テレビなんか影響力なくなってるよって論調多いけど、やっぱりメディア関係者はね、もう大喜びだと思いますよ。まだ俺らに影響力があったんだっていうふうに。で、その自民党のさ、裏金議員にさ、裏って入れてる張り済んだらさ、もっといるだろ。立憲とかにもさ、何億円、小沢一郎とかもそうだしさ、ね、あと、令和の大石あきこだってさ、不記載とかあったのに、私の裏金は裏金、私のは裏金じゃないとか、だったら平等にやんだらいいよ。
あとなんかもう反枠とかさ、陰謀論者とかにもさ、こいつ反枠、こいつ陰謀論者ってやれよっていう。なんかもう裏金うるせえよ。なんかもっとさ、なんか外交とか安全保障とか、ね、安全保障、国防とかさ、教育とかさ、経済とかさ、もっと大事なこといっぱいあるじゃないですか。衆議院選挙って日本で一番大事な選挙ですよ。やっぱりあの政権とか、この国のあり方そのものが変わっていく。衆議院選挙でどこの党が勝つかによって、この国のね、外交、安保、経済、教育、いろいろ変わる。めちゃくちゃ大事な選挙なのに、裏金ってもう、自民党を懲らしめましょう。裏金良くない。裏金ぶっ倒せとか、そんなことばっか言ってる。これね、はっきり言って、国民がバカにされてるからね。結局のところ。国民がバカだから、ね、もうこのクソバカメディアもなんか、もう国民に合わせて、そういった論調でいろいろと喋ってるんですよ、これ。もうなんか、終わりだよ、もう。やっぱ民主主義ってなんか、やっぱ最終的にこうやって修具政治になっていくんだなという。やっぱ僕別に民主主義批判しないですよ。そんな過激化じゃないんだけど。もう2000年以上前のアテネと一緒っすよ、もう。修具政治のね、なれの果て。教育が終わってるから。で、裏金ってさ。いい加減にしてくれ。もっと、なんか、俺は外交、安保、教育、経済の話を聞きたかった。もちろんネットとか調べればいっぱい出てくるんだけど、ずっと流れてるテレビね。だからさ、もうなんか高齢者とかさ、もうテレビしか見ねえから。なんか高齢者の立憲、70代以上の立憲の投票の割合、バカ高いじゃないですか。ね？なんかどうせ自民党と立憲民主党しか知らないんだろ、高齢者は、本当に。なんかさ、自民党にお給を据えたいから立憲民主党に入れますってさ、あの2009年のもう悪夢の政権交代、あれと同じじゃん。あれで反省してなかったのかよっていう風に思いたい。そうですよね。本当に。なんで立憲民主党、自民党にお給据えたいなら、むしろ、ね、国民民主とか、そういうところでしょ、入れるのは。まあ、俺とは考え合わないけど、令和とか、共産とか、そっちに行くならまだ100万歩譲ってわかるけど、立憲民主に、なんで入れるかね。そうね。まあ、高齢者がどんどん立憲民主に入れるからさ。まあ、だって20代、30代の比例1は国民民主なんですよ。まあ、僕も、比例は国民民主党に入れてます、今回。そうなんですよ。で、結構ね、僕の友達とね、選挙とか政治の話めちゃくちゃするんですけど、別にね、なんかみんなでどこに入れようぜとか、どこに入れるべきとか、どこに入れようとか、俺はそういう話は全くしないし、周りの友達もいないんだけど、なんか某公明党みたいなそういう人はいないんだけど、まあ、ただ、いろんな人の話聞くと、やっぱり国民民主党に入れたって人めちゃくちゃ多いね。で、逆に立憲に入れましたって知り合い、一人もいねえわ、俺の周り。何なんだろうな、これ。まあ、あと、それ以前にさ、投票行けやっていう若者が。20代の投票率がさ、30何パーとかでしょ。なめてんの、本当に。はっきり立憲民主党とかに入れる高齢者の100億倍悪いからね、投票に行かない20代の方が。なんかそう思いましたね。何なんだろうな、これ。いや、結構だから俺の周りだと結構選挙行ってる人とかいるんだけど、別に俺の周りエリートばっかとかじゃないですよ、全然。エリートばっかじゃないよ。エリートもいるけど、エリートじゃない普通のね、普通の友達いっぱいいるんだけど、みんな選挙行ってんだけど、どの層が行ってないの、このどの層が政治選挙行ってないの。ヤンキーとかが行ってないのかな。よくわかんないけどさ、なんか選挙行こうぜ、本当に。で、わかんないなら調べろよっていう。わかんないなら調べろ。いっぱいある。スマホ持ってんだろ。わかんないなら調べたら、すぐわかんだから。なんか、投票マッチ、わかんないけど、とりあえず投票マッチングみたいなのやってさ、出た党に入れりゃいいじゃん。そうですね。まあ、ただね、なんかね、どこだっけ、東京のどっか忘れたけど、萩生田さんと自民党でなんか裏金で非公認になった萩生田さんと立憲の有田芳生の争いとかあったけども、あそこで萩生田さんが勝ったのは本当に俺は良かったなというふうに思っています。もちろん萩生田さんがやったさ、
萩生田さんの裏金とか良くないとは思うけど、統一教会とか、なんかあんま良くないと思うけど、まあ、ただまあ有田芳生を通すよりは100億倍マシですね、本当に。だってもう、しばき隊だし、もうあそことか。だしもう北朝鮮じゃん、もう。北朝鮮とかの味方じゃん、そう、もう本当に。いくら裏金でさ、あれとはいえ、まあ、有田芳生さんがね、まあ、小選挙区で通んなくてよく、まあ、どうせ比例で復活するんだけどさ、やっぱ比例で通るのと、比例、ひ、あ、違う、小選挙区で通るのと、比例復活するのとで、やっぱり全然違うから、やっぱりちゃんと小選挙区で通ってよかったなと思うし、あとやっぱ国民民主党がね、躍進したのは、まあ、当たり前だよね、これ。当たり前ですよ、こんな。みんな困ってんだよ、本当に。手取り増やしてほしいし。もうね、あとなんか、もう裏金が裏金がって言ってるさ、自民党の批判ばっかりしてるさ、そのなんか、揚げ足取りばっか取ってる、批判ばっかの立憲とかにさ、もう、辟易してんだよ、本当に。そうなんですよ、もう。若者とかそういうの敏感で感じ取るからね。国民民主はその点、まだわかんないよ。これからがあれなんだけど、国民民主はその点ね、そんな、バカみたいに批判してないし、もう愚直に政策だけ訴えてたから、やっぱりこういう野党を求めていたんだと思いますよ、国民民主の躍進は。だし、まあ国民民主の支持者、若者多いけど、まあその令和とか共産党とかと違って、なんか歌って踊ったりしないし、まあ、そのカルト味はない。なんか信者って感じはしない。まあ、状況によってはこの後ね、議席取って、この後いろいろダメだって分かったら、もうだったらそこでやめるよみたいな、そういうライトな支持者が多いと思うから、本当そこの支持者大事にしてほしいですね。令和とかみたいになんかもう信者宗教みたいになっちゃったら、参政党もそうだけど、ダメだし、まあ国民民主って別に、そうね、まあ保守だからね、どちらかといったら、国民民主は。なんか革新的なこと言ってんのって、選択的夫婦別姓賛成ぐらいじゃないですか。それ以外は結構割と保守寄りだと思うし、経済政策も俺はいいと思ってるんで、まあ、これからですよね。ここでなんかいっぱい議席取って調子乗って維新みたいにならないことかな。あとやっぱり維新は本当に大阪でめちゃめちゃ強いですね、やっぱ。関東、東京圏内だと全く支持されてないけど、やっぱ大阪でめちゃめちゃ強いな。僕はあんま好きじゃないんですけど、国政に出んなよって感じがするけど、俺の中ではね。あとまあ、令和がね、躍進しちゃってるのよね、これ。まあ、若者の、だから共産党に本来入れてるべきような層が令和に行ってるんですよ、これ。まあ、ただ、俺、令和は全く支持できないんだけど、支持できないし共感もできないんだけど、まあ、立憲に比べればまだ入れる人の言い分はわかるかなと思います、やっぱ。まあ、特に個人事業主とかだったら、個人事業主の友達とかもいるけど、そういうので令和に入れたっていうのもちょくちょく聞いたんだけども、それはまだちょっと、まあ、言い分理解できるかなと。まあ、結局さ、主義主張が100%合う政党なんか存在しないじゃないですか。だから、まあ、自分の中でどこを重点だと、自分の中でどこに重きを置いて選ぶかによるよね。だからそういうので令和を入れてるっていう人はまだ俺は理解できる。支持はしないけど理解はできる。なんか自民党に浮き寄せるんだって言って立憲に入れてるような人よりかは、まあ、100億倍立派だと思います。でまあそうね、参政党3議席取ったね。まあ、これもちょっとなんか無視できない勢力になってきたな。やっぱりねえ、まあ、反幕陰謀論者がこんだけ日本にいるってことっすね、これは。まあ、日本を舐めるなとか書いてるけど、あれ、誰に言ってんだよって感じなんだよな、本当に。まあ、なんか、ああいうの見ると、なんか、俺から見たら極右も極左も一緒だなって感じがするよね。で、まあ、日本保守党が3議席と。まあ、河村たかしさんは、まあ、愛知で結構立派にやってるから、まあ、なんであの人が保守党なのかよくわかんないんだけど、まあ、それは納得で。まあ、ただ比例見たら参政党よりは勢力少ないんですねっていうのは、ちょっとそれは意外だったかな。この前の衆議院補選の感じ見たら、結構もっと行くのかなとは思ったけど、参政党よりも得票率下なんだってのはちょっと意外でした。まあ、ここもどうなるかだよな。なんか、もう早くもなんか、
打ちげばってる気はするけど、やっぱり結局極右政党とか極左政党みたいなところって、まあ、レイヤーとかもそうだけどさ、ちょっとの違いですぐ打ちげばできるからさ、打ちげばあるからさ、なんかどんどん結局党首のカリスマ性で持ってるような感じだから、まあカルトじみては来るよね、信者も含め。ここら辺は支持者というより信者だと思ってるんで、そうですね。はい、まあそんな感じが僕の意見です。今結構いろいろと、なんかいろいろと強く言ったから、ブチ切れてる人いっぱいいるかもしれないですけど、ごめんなさい。まあね、とりあえず、立憲民主こんなに取るかって感じだよね。あとやっぱり結局立憲民主別に勝者じゃないからだっていう、これ中身ないじゃんこれ。結局さ、なんか政権交代ってさ、なんかそれが目的になってるんだよ。よくないよそんなん。で結局なんかもうなんかさ、ずれてんだよな裏金で、次に言ってんのが選択的夫婦別姓とかでしょ。なんかそんなことよりもさ、もっと経済とか外交安保、何より一番大事なの俺は教育だと思ってるけど、少子化教育、そっちの話をさ、結局だからそっちの話をしても大多数の国民がバカだから理解できないのよね結局ね。結局さ、国民のレベルに合わせたら結局選択的夫婦別姓とか分かりやすいじゃん、裏金がとか分かりやすいじゃん、分かりやすいこと言うのよ結局。やっぱり多くの国民はね、何も分かってないからね。だってさ、まあね、大学進学率が6割でしょ。だから4割の人は大学に行かないわけで。まあね、そのまま、まあ僕もね、大学中退だから高卒なんですけど、まあストレートにいい高校で行って、いい大学行って、エリートになってサラリーマンになってみたいなね、そういう人からしたらさ、多分目に入らないような層がいっぱいいるってことよ。俺もさっき話したけどさ、投票率 36% でしょ。俺の周りだと結構行ってる人いるけど、でも行ってない人の方が圧倒的に多いってことは、全然俺が今見てる世界ってのはもう一部なのよね。見えてない世界が俺もいっぱいあるっていうこと、俺も視野が狭いってことなのよ。やっぱり結局民主主義ってのはさ、国民の許容レベルが一定以上にないとさ、こういう結果になるのよ結局。まあ、ほんとまあ、メディアの勝利ですね、これは。裏金言って。いじめだよ、こんな。まあ、裏金別に全く擁護しないですよ。悪いと思ってないけど、それ言うなら他にも言うことあるんだろっていうことね。誤解しないでほしいけど。別に裏金擁護してるわけでもないし、俺は自民党全く擁護してるわけでもないです。はい。で、まあ、石破総理がどうなるかって話なんだけどさ、なんかもうぶっちゃけさ、なんか一回やらせてみろやって思うんだけど、なんか一回やらせないとさ、わかんないじゃないですか。まださ、就任して1ヶ月も経ってないのにさ、支持とか不支持とか言われてもさ、わかんないよまだ。とりあえず一回やらせてさね、まあ何もやってないわけだから、まあ、ある程度こうしますみたいな意思表示はしてるけど、何もやってないわけだから、一回やらせてみて、それでダメだったら下ろせばいいじゃん。何もやってないのにさ、もうなんか鬼の首取ったかのようにいろいろいじめ立ててさ、ほんとなんか日本人の陰湿なところが出てんなっていう、そんな気がしました。一回石破さんにやらせなよっていうふうに僕は思います。はい、まあこれはいろんな意見があっていいと思う。反対意見の言ってる人も理解はできるから、ただ僕はこういう意見ですということです。はい。まあただね、まあ希望もあって、埼玉の14区で公明党の代表が落ちましたよね。で比例重複もしてないから、もうこのまま議員になれないという。で公明党の副代表も落ちたし、やっぱりこの創価学会公明党のね、影響力っていうのがどん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 なくなってるなというふうに思います。はい、それは良かったです。やっぱりこういうね、埼玉14区とか見たら、組織票、宗教団体がバックにいても、一人一人が、個人がしっかり勇気持って意思表示したら倒せるんだという、そういう成功体験、いい成功体験ができたと思います。まあ、公明党の勢力が小さくなったっていうのは、これは大歓迎ですね、これは。結構さ、もう、俺の周りにもさ、いるよ。なんか、親が公明党、親が創価学会とか、
でもさ、俺今29だけどさ、俺の同年代のさ、そうか2世3世、信じてないからね。もう付き合いで言ってるだけだよ。なんかおじいちゃんおばあちゃんが言ってるからとか、お父さんお母さんが言ってるからとか、付き合いで言ってるだけだよ。公明党のさ、演説の様子とかもさ、何回か見に行ったことあるけどさ、もうおじいさんばあさんがさ、もう必死な顔してさ、なんか、勝ちましょうとか言ってるだけでさ、本当にね、まあまあ、池田大作も死んだし、もう終わりでしょ。まあね、まあ、自民党の統一教会とかもね、本当良くないと思うし、なんかもう。まあただ、ぶっちゃけ自民党の統一教会なんかよりも創価学会の方がやばいと思うけどね。数が違う。ぶっちゃけ統一教会なんてそんないないから。数が違う、創価学会の方が怖い。こんな感じがします。まあなんかちゃんとした偏っていない現実的な見方ができる保守勢力がしっかりと力をつけてほしいなっていうふうに思います。そう、現実路線の保守、それがちゃんと力をつけてほしいなと。だから僕は今回はとりあえず国民民主党に100賛同できるわけではないけど、まあ、この中で期待するとしたら消去法で国民民主党なのかなという気がして、僕はそこに入れました。はい、以上です。まあいろんな意見あると思いますが、まあね、何にせよね、まあいろいろ言ったけど、ぶっちゃけどこを支持してでもいいから選挙行けっていう話ですね。はい、でちゃんと考えて入れてくれっていう、自分なりの信念というか自分なりの軸というか、そういうのを持って入れてほしいなという。ただ自民党に要求するたいから立憲とか、そういうのはもう本当に勘弁してほしい。だから立憲のここが支持できるから入れるとか、立憲のここの政策がいいから入れるとかなら俺は全然わかるんだけど、まあ同じことの繰り返しになるんで、ここら辺で失礼します。はい、ああそっか。で今後どうなるかだよね。結局僕は自民公明の少数与党でいくと思いますね、これは。まあ立憲民主、まあ維新と国民民主がどことも連立しないって言ってるんで、まあ、そうなる以上、まず野党側、立憲民主中心の野党側で過半数の四半指名取ることはちょっと不可能になるわけなんですよ。だから結局まあ自公の少数与党でいくのかな。だから1回目の投票で石破さん、まあ石破さんだとしてね、1回目の投票で石破さんは過半数取れないから、まあ決選投票になると思うんだよね。で、まあ石破さん、野田さんの決選投票になる場合、多分だけど維新と国民は棄権する気がするんだよな、これ。ってなったらまあ石破さんなんのかなという気がします。はい、とりあえず以上です。お疲れ様でした。ちょっと今から仕事します。ちょっと朝起きてすぐ動画撮って仕事してきます。バイバイ。